はい、皆さんどうも、トガッチです。エバーテイル、ついに大型アップデートされました。まあ、大型アップデートされたのが昨日なんですけれども、昨日はちょっと疲れてて、動画は出さなくていいかという気になってしまったので、まあ、1日経った今日初投稿ということで進めていきたいと思います。で、まあ、自分自身ちょっとわからないこともかなり多いので、今日何やっていこうかなと思うんですけれども、そうですね、まあ、強化とかも、まあ、なんかレベル200まで行ったりだとかいろいろしてて、まあ自分的にはその辺まだ全然触れてないので、まあ、うまく説明できるかわからないので、昨日結構自分がやっていたこちらの試練の塔について今回は見ていこうと思います。で、自分今350回まで来ているんですけれども、この試練の塔は、右下の緑のボスに挑戦のところの下に第1から第4部隊を使いますということで、編成で騎士団のこの1から、4部隊を使うということになっています。で、こちら最初4体第1部隊の最初の4体の後はもう、まあ、例えば、リュドミラが落ちた時にはロロティアが出て、その後に土浦派が出るというように、まあ、順々になってますね。こんな感じで、なんでこちらパーティー20体も必要ということになりますね。なんでまあ20体もそんなに強いキャラ揃えてる人はいないと思うので、いや、まあ中にはいらっしゃいますけれども、なんでまあそうですね、キャラをうまく育てていない人はちょっと、この試練の塔を登っていくのが難しいという感じになっていると思います。で、自分の場合ですけれども、まあ20体そこそこ揃えられてる状態なんで、まあ、なんとか350回までは行くことができましたと。で、試練の塔なんですけど、戦闘が、まあ、全部 AI なんで、ちょっと行動がひどいところがあったりとかもするんですけれども、そうですね、まあ、とりあえずちょ350から先進んでみますかね。ボスに挑戦していきたいと思います。で、まあ結構皆さん進め方はいろいろあると思うんですけれども、自分はもう決定、早速負けちゃいましたね。で、早速負けちゃったんですけれども、まあさっきも言った通り、これ結構 AI がガバガバなことをしたりするので、まあ、何回かスキップ繰り返していくと、まあ、勝てたりすることはあるんですけど、今回はちょっとあれですね、今回ちょっと勝てなそうですね。で、こういう風に勝てなくなった時に、自分は、まあ、ボスに挑戦して、まあ、4倍速なんですけど、まあ、こういう風に一回眺めてみて、まあ、どういう原因で負けるのかなっていう風に調べたりしてますね。で、今のところは、なんかよくわからない。これなんか順調なんじゃないか。あれ、これ順調に勝てそうなんじゃないですか、これ。で、まあ、なんかこういう風に見てって、なんかいけそうだなって思った時に、スキップしたりとかしてますね。あ、やっぱり。で、まあ、こういう風に、まあ、3回ぐらい負けたりするんですけど、まあ、結構運の要素が多いんで、まあ、特に相手、今、アルタイラスいたので、そのランダムスタン先でもう本当に、一気に戦況変わったりもするので、まあなんか諦めずに、結構パーティーとかも特に変えずに、繰り返していけば意外と勝てるようになったりしますね。あ、はい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 。で、まあ相手のパーティーとの何ていうんですか、相性もあるので、1個前の回でやられたから次が厳しくなるとかっていうわけでもなく、意外と何でしたっけ、まあ、さっきみたいに何回かやり直したんですけれども、その次はあっさりと勝てて、でそこからまた負けることなくなって、まあ、5回ぐらい進んだりとかも結構するので、まあなんかいろいろ試してみるのが
一番いいですね。でこれ、次353階のボスでノーザ見えてるんですけれども、ノーザと光リゼットでしたっけがいるパーティーはちょっと相手いけつないです。はい、多分これ負けると思うんですけど、あ、そうですね、やっぱ負けちゃいましたね。相手のパーティーがかなりのスタンパーティーなんですよね、この300、ノーザだったり光リゼットのパーティーが。でまあこれ対策とか特にないんですけど、まあ、やっぱり相手アルタイラスがいるので結局運が絡んでくるんで、まあ、何回かやってれば勝てるようにはなると思うんですよね。まあ、こうやって諦めずに何度か挑戦してみて、さすがにきついかな。さすがにきついか。さすがにきついかな。さすがにきつそうだな。あと1回ダメだったらちょっと戦闘の様子見てみましょう。あー、しかも最初のノーザが最後まで生き残ってるっていう、すげえな。あー、でそうですね、これ相手とこっち見てもらうと分かるんですけど、後ろに16と15っていう風にもうすごい数の、敵と自分の味方がいる状態になってますね。でどういう風に負けてるんだ。結構レジスタンスがガッツリ食らってる感じなんですかね。で、今回相手にブロッカーもいないのか、特に。ブロッカーがいる時とかも、AI がずっとすり抜けばっかり狙ったりとかするんで、こっちの AI も。なんで、まあそうですね、ブロッカーいるところも、まあ、例えばアップショットでブロッカー倒せるのに、そのわざわざ変なことして倒せなかったりとかするので、まあ、そういうところも見極めながらですかね。でも今回いい感じで進んでるような気がするな。ちょっとまた、あ、でもやっぱカウンターついてるところにこういう風にサバブロ打っちゃったりするんですね。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、おっと押され始めたか。しかもノーザの数がえぐい。ノーザの数がえぐいな。でもなんか今回いけそうな感じしますよね。気のせいですかね。こっちあと11で向こう6なんで、ここスキップしてみちゃいましょうかね。あ、負ける。あ、負けるか。そこから逆転されるってことか。ってことは多分後ろが弱い。後ろが弱いんですね。どうしようかな。どうしようかな。いや、なんかでも勝てそうな感じはあったな。勝てそうな感じはあったな。戦力が劣ってるとかってわけじゃないんで。でも明らかに、なんていうんですか、戦闘を見てみて、相手の方が、なんかもう攻撃がはるかに高いだったりとかした時はさすがに諦めた方がいいと思うんですけど、今のを見た感じだと別にそんなに止まるようなことはないと思うんですけど、おお、来た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 、はい、っていう感じで、まあそうですね、まあ流れとしては、負けた時の流れとしては、まあ何回かスキップで試してみて、その後にそのまあさすがに負けが続いた場合は、まあオートでどういう戦いしてるのかなっていうのを確認してみて、で相手とのそのなんていうんですか、戦力がはるかに違う場合は、まあもう今のパーティーはどうやっても多分勝てないと思うので、あれですけど、まあまた今回勝てねえな、勝てねえな。はい、ちょっと見てみます。まあですね、その最初のうちはスキップ連打とかでできるんですけど、まあこうなってくるとやっぱりちょっと時間かかるんで、やっぱり時間空いてる時にやるのがいいかもしれないですね。あ、そうか、これスタンが効かなそうだな。パーティー的にスタン効かなそうなんで、ちょっとそこがきついのかもしれないですね。
あーやばいやばいやばい、普通に押されてる感じがしますね。サヤが強いのに、まあそのサヤがずっと出てきますから。うわアルテミアの回復量やばやば、これどうだ今のところ。今のところだとなんかいけそうな感じしますよね。あーでもサヤがやっぱえげつないっすね。いやサヤめっちゃ強えな、サヤめちゃくちゃ強いっすね。アーマー張ってるとサワブロでも全然落ちない。あーやばいやばいやばい、ジャンヌも落ちてカレンも落ちて視力こっそり落ちます。なんか数では勝ってるんですけど、まあやっぱりサヤが強いですね。ひたすらにサヤが強い。トップシバックナイス。どうだこれ、さすがに無理そうか。でそうですね、ミボーネのクリップ運とかもやっぱり結構あると思うので、こっちで使ってるキャラも結構大事になりますね。やっぱりどうだろう、一応数はまだこっちの方が上なんで、で今土安出てきてるのがちょっとでかいかもしれないですね。プッシュバックして相手の盤面取ってるんで、あでも土安落ちましたね。これちょっと厳しいかな。あバハムートとか入れてるのがバレちゃう、やばい。あでもこの次にちょっと我が動画のもうメインとも言うべきアルタイラスさんが来るんで、ちょそこはね見ましょうね。でやばいやばいやばい、サヤ2体ってえげつな、サヤ2体はえげつねえ。エレミナ頑張ってほしいところですね。エレミナになんとか頑張ってもらって、もういや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 、それ絶対無理だって、それは絶対無理だ。そうですね、厳しそうですね。はい、だけどちょっと多分これ勝てないと思います。これどうすればいいかな、これはこれちょっと考えなきゃいけないか、それともさやさえ攻略できれば意外といけそうか、どうだろうどうだろうどうだろうと考えながら、まあ、試してみるっていう。ちょっと今の感じだと厳しそうですね。相手サヤがいて、サヤがいて、うまくスリープで止められたりとかしてくれれば多分いけると思うんですけどね。どうだろうな。でさすがにちょっと今のままだと厳しいって思ったら、自分はそこでやっと強化を始めていきます。で強化なんですけど、今結構素材が必要というか足りないんですよね。で今一応リュドミラだけ結構メインで上げたんですけど、まあどうなんですかね、まんべんなくするのがいいのか特化で上げるのがいいのかはちょっとまだそういうところが全然分かってないところなので、まあ自分の場合だと今後の対人戦もどうなるかわからないんですけど、とりあえずサバブロパで使ってるメンバー、クラリスだとかカレンだとか、ジャンヌだとかはちょっとメインに上げていこうかなと思ってます。であとはミボーネですかね。ミボーネもまあ汎用性高いキャラクターでもあるんで、ちょっとミボーネ上げていきましょうかね。そしたらみんな105ぐらいにするか、レベル。いやーでもレベル、このなんかコインみたいなのすごい必要になってくるんですよね。でこれがなかなか手に入らないじゃないですか。いやーだから厳しいな本当に。でとりあえずブーストも120ぐらいにして、あそっかブースト一応クラリスとカレンも150ぐらいまで上げたのか。
でなんかこのわけわかんない解放率とかっていうのもあるんですけど、まあ、ここもなんかポチポチしましょうかね。で、なんかもう30しか残りないんで、あ、全然上げられなそうだなこれ。全然上げれなそうだな。なんか150150なんで、とりあえずジャンヌもブーストちょっと上げ、150目指して上げていこうと思いますと思ったら、あっという間に終わってしまいましたと。ちょっとしか上げてないけど、これでいけたりするかな。まあこういう風に試してみるのが大事ですね。いろいろ試しながら、あ、勝てました。あんま強化させてないんですけど、まあ意外と変わるもんなんですかね、だとしたら。はい、というわけで、まあこんな感じで、まあ自分はガンガン進めていってます。やっぱこういう風に相手次第では全然詰まることなく進むことができるんで、まあ、まずはいろいろ試してみる、試してみるというか何回か試してみるっていうのが大事ですね。やっぱ今みたいにもうすぐ勝ったりとかもできるので。お、突然調子が良くなってきた感じがしますね。でどうしますかね。いけたら360回まで行って今回は、やめようかなと思います。はい、お、いけそう。あと2つか。なんか未亡ねの回も確かやばかった気がすんな。あ、そうでもないか。いや、でも後ろにロロティアいるってことは、多分ロロティアが何件も出てくるっていうことなんですよね、これ。えげつないですね。資産かけられまくり状態みたいな感じになると思うんですよね。で、これ試練の塔だっけ？あ、試練の塔進んでいくメリットとして、なんかこの真ん中のこの宝箱があるんですけど、この宝箱を押すと、まあ、多分なんか放置ゲーのなんかよくある、まあなんかアイテムいっぱいもらえますよ的な感じのやつなんで、まあ、この中身が確かなんか良くなったりするのかな。あれ関係ないんだっけ、何も覚えてないや。戦利品は、あ、なんか書いてありますね。戦利品の内容は試練の塔の階層を上げたりとか VIP レベルを上げるなどをして向上していくっていう。そうなんで、まあそうですね、放置する前に、まあ、なんかこうやって試練の塔を潜って階層を上げて、それでまあなんか放置した方がいいのかもしれないですね。お、なんやかんやで360回のボスリンネリゼットが見えてるので、ここ倒せたらちょっとやめようかなと思います。はい、最後一発でクリアできました。はい、ということで、まあどうでしたかね、試練の塔の、まあ、自分なりの進め方なんですけど、あくまでも。で、あ、そうか、最後に、まあ、編成の仕方について見ていこうと思うんですけど、まあ、自分の場合は、下手に SR のブロッカーだったりだとかは入れてないですね。いや、なんか相手の攻撃とかも強いので、中途半端になんか体力とか低いキャラクターを置いといても、まあ、なんかすぐにやられちゃうかなっていう感じがするので、なんかもうひたすらに、まあ凸だったりレベルが高かったりするキャラを並べてる感じにしてます。はい、まあ、なんか自分もわからないことが多いので参考になるかどうかはわからないんですけれども、まあこれでこのやり方でなんとか360回までは来ることができたので、はい、そうですね、360だと今何位なんだ、まあ、自分サーバー5なんですけど、試練の塔4位ですね。あー、もうみんなカマキリが独占してる状態ですね。まあ、1位の方400近いんですけど、ここまではさすがに無理かなっていう感じですね。はい、はい、まあ参考になったかどうかはわからないんですけれども、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、というわけでこの動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。